私、負けたの。どうして？だって最後は間違いなく、決まったはずなのに、多少計算は狂ったけど、でも最後は、問題なかったはず。ねえ、どういうことなの、パト？話すよ。結果が霊という技を放った後のことを。あの後、月下は陸地に降りて立っていたんだ。でも月下の反応からするに、ほぼ意識が飛んでいる状態だったと思う。多分、無意識で、本能、いや本当に最後の力を振り絞って立っていたんだと思う。だけど、白は月下の攻撃に耐えたんだ。ひどい有様だったけどね。片腕欠損、片目破壊、腹部一部欠損、他にも至るところに穴が開いていた。でも、立ってた。まだ白選手は立っています。あれほどの攻撃を受けてもなお、ここまでの重傷を負ってもなお、立っています。なんだ、怖い。ここまで重傷を負っても戦っている試合なんて見たことないよ。もう俺も、せっかもかなも、結末がわからなかった。だってもうお互い無視の域だったから。でもそんな中、白は動いたんだ。耐えた。何も見えない。痛いのかどうかもわからない。でもまだ終わってない。まだ月下ちゃんは、立ってる。ちゃんと、私の手で、とどめを。白が月下の元に向かうまで10分。ゆっくりと、ゆっくりと、距離を縮めていった。きっと月下は勝利コールを聞くまで倒れてはいけない。その一心で立ってたんだと思う。倒れそうな体をなんとか支えながら、ずっとその場に立ち尽くしていたんだ。そんな月下を白は、月下に体を預けるように倒れ込んだんだ。月下はそこから気絶、白が押し倒したという形で終わったことから。白選手が月下選手を押し倒し月下選手ダウン。これは白選手が最後、月下選手に KO を取ったことになります。2回戦第2試合、勝者、白選手。至急2人の起用を、早く。白は自分の勝利コールを聞いた後、説明した。俺はどっちも最後まで頑張ったって思う。俺が同じことができるかって言われたら無理だ。だけど、ハグの、思いが、強かった。そう言わざるを得ない？そう思う。どうして？どうして？どうして？月下、敗因を、メリアから聞いた？聞くか。お願い、じゃないと、納得できないよ。最初から逃げ腰だったから、だそうだ。どういうことだよ、メリア。月下ちゃんは最初から白から逃げてた。だから従属を先に犠牲にした。白の情報を従属たちと協力している。そこから月下ちゃんが白ちゃんに挑んで倒す。作戦としては正解です。一番勝つ確率が高いでしょうね。月下ちゃんは頭がいいですから。なら逃げてるってどういうことだよ。ならご主人、最後、なんで白が立っていたと思いますか？え？あんな効果力で至近距離です。しかも白自身オーラがほぼなく、笛を突かれたのでまともな防御が取れていなかった。いくら白といえど即死です。姿形も残らないでしょうね。それは、白が能力の可能性を見出したから。そうです。それに加え、月下ちゃんは大事なことを視野に入れてなかった。白が月下ちゃんの技を認知し、掌握する可能性、白が戦闘の間成長する可能性。月下ちゃんは従属を使って多くの技を使い、白ちゃんの情報を引き出しました。それは逆に白も月下ちゃんや従属の情報を得る機会があったということです。おそらく月下ちゃんの最後に放った霊、あれは月下ちゃんの体にある全ての能力と法則を合わせて放つ技でしょう。しかも月下ちゃんのゼロとはまなく、ゼロは全てを無効化しながら放つ大技。霊は全ての法則を自身の法則に上乗せして書き換えながら放つ大技。つまり、月下ちゃんの情報を知られれば知られるほど効力がなくなる技なんですよ。なのに月下ちゃんは最後の最後、情報を与えるだけ与えて、最後の大技の威力を自ら下げる行為をしたんです。だから最後、あんな絶望的状況の中ですら白は耐えた。月下ちゃんの法則を解析して霊の威力を下げ続け、耐えた。月下ちゃんは、最初から不利だと分かっていても、リスクをかけてでも、あの神格解放、神水霊という姿で挑まなければいけなかったんです。そうすれば勝率が低くても勝つことができた。メリア、どうしたんだ？そんな顔して。私は、こんな約束、したくなかった。月下ちゃんはか。約束って、何のことだ？俺はメリアと月下が何の約束をしていたのかわからない。でも、
メリアは、泣いていたよ。私は、何をしてたんだろう。メリアさんの期待に応えれなくて、せっかくみんなを苦しめておいて、最低じゃない。結局私は、試合が始まる前から、負けてたんだ。そして、神髄霊、じゃ、ハクちゃんの時空で負けるかも、時、に耐性がない私にはリスクが高すぎるよ。そっか、私は、怖がってたんだ。だから自分が負けるというリスクより、仲間の犠牲を選んでしまったんだ。結局、自分の甘さが招いた結果なんだ。ハクちゃんとの差は、そこだったんだ。結果、俺は本当は慰めたい、辛かったねって抱きしめてあげたい。けど、それをしたら、俺は、結果の今抱えている感情を否定することになると思ってる。だから待つよ、俺は。だけどこれだけは言わせてほしい。俺はこの大会が終わった後、自分の成長に満足できたら、結果を専属心として、一人の女性として、受け入れたい。本当は一年前から一緒にいてほしかったんだ。だからこの一年はあまりにも長かった。だから俺は、この大会で、結果を幸せにできる、守ることができると確信できたら、結果を迎えに行くよ。それまでの間、考えていてほしいんだ。一緒に歩もう、そうすればきっと今回の反省も一緒に乗り越えられると、思うんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。あとはこんなにも寄り添ってくれるのに、私のことを理解してくれるのに、私は、あなたのそばに、いる資格が、ないの。それじゃあ月下、今日は安静にしててね。試合が終わったらまた来るから。月下お姉ちゃんはどう？あと、月下。すごく、落ち込んでいるのね。ああ、白の方はどう？今から行くつもりなんだけど。一度死んだから傷は治って復活はしたんだけど、今日、明日は絶対に安静にした方がいいってミエルちゃんが。傷は治ってもオーラとかは自然治癒だからミエルちゃんがなんとか治療してくれてるけど。最悪、明後日のつくよみ戦でベストコンディションで挑めるかどうか。そうか。あと、あなたはかなちゃんのところに行ってあげて、せっかく今から頑張るのに誰もそばにいないのは寂しいと思うし。ハクは私が見てるわ。それにパトの試合だってある。相手は放火おばさんだからね。パトだって人の心配してる暇はないよ。そうだね。ならお願いするよ、せっか。結果お姉ちゃんからしたら今後の人生をかけた試合だった。それに負けたのだから、立ち直れないわよね。結果お姉ちゃん。私だって、あなたのそばにふさわしい人になりたかったよ。でも私じゃダメなんだ。私なんかじゃあなたのそばにいる資格すらないの。ごめんね、ごめんね。あなたの思いに応えてあげられなくてごめんね。私も、ずっと一緒に、いたかった。間違ってるよ。こんなの、間違ってる。だって、こんなの、誰も幸せになってないじゃない。なら言っておくわ。もしこの試合で何かあっても私が絶対にフォローするわ。私を信じなさい。そもそも専属心を決める問題にハクは関係ないじゃない。本来今回の件はメリアちゃんと結果お姉ちゃんの問題ならそもそもこの二人で解決するべきなのよ。ごめんね、ごめんね、パト、ごめんね。私は認めない。絶対に私が何とかする。メリアちゃんに説得するんだ。こんな誰も納得していない終わり方なんて私は絶対に嫌だから。これが後に行われる2回戦第7試合で専属神や従属のみんなは忘れもしない記憶となった。メリアと石化の過去最大の大喧嘩をした試合と。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。